こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は国語教科書、短歌5首の解説をやっていきたいと思います。今回の短歌5首は、こちらの動画、短歌を楽しむで、短歌の基本は抑えれたので、実際に今回は5首の短歌を見ていこう。こういうことなんだね。なので、まだ前回のこの動画が見れてないよって人は、下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらも見てください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の短歌が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の国語の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずは正岡子規の短歌から。紅の。この字はいと読みます。紅の。二尺伸びたるバラの目の。まず最初の紅。漢字ではこう書きます。紅の色。真っ赤ってことね。真っ赤なバラの目。バラのつぼみがある。で、そのバラが二尺伸びた。二尺っていうのは60センチ。短歌の中で数字、数詞が使われてる。で、この数詞を使うことによって、季節の元気を表現してる。ね、バラが二尺も伸びたんだよって言ってるわけ。そして、針柔らかに春雨の降る。バラの針、トゲの部分ってチクチクして触ったら痛いでしょ？でも、そのトゲが、針が柔らかく感じる。そういう優しい気持ちになるような感情をここで表してるわけ。なんでか、春雨がしとしと降ってたから。春の細い雨が柔らかく降ってたから、バラのトゲも柔らかく見えたよ。だから厳しい寒さとか照りつける太陽の下ではこんな感じにはならないよね。気温の緩んだ雨の日の情景が目の前に広がる、そんな短歌です。ではその次、斉藤茂吉の短歌です。最上川の上空にして残れるは未だ美しき虹の断片。こういった詩なんだけどね、みんな今聞いててあれ？と思わなかった？そう、この詩は字余りなんです。一番最初の部分、初句の最上川のの部分、ちょっと数えてみようか。最上川の6文字になっているね。5音でなければならないところが6音になっている。そしてね、4つ目のまとまり、四句の部分、未だ美しき、ここの部分も数えてみよう。未だ美しき、8文字になっているね。7音でなければならないところが8音になっている。これはね、読んでいてここの部分でちょっとリズムが崩れちゃうよね。でもね、その分読者がそこに引っかかる、余韻が残ってそこに豊かさを感じるっていうことにもつながるんだね。だからね、この部分は作者の気持ちが表れている部分、こういう風に考えてもらったらいいです。じゃあね、今回の短歌は一体どういう意味を持っているのか見ていきましょう。まず最初のね、最上川のの部分なんだけど、みんな最上川は知ってるかな。日本三大急流の一つ、流れが速い川なんだね。でね、この最上川は斉藤茂吉のふるさとの川でもある。だからね、今回作者は自分のふるさとの川を見ながら今回の短歌を読んだんだね。最上川の上空にして残れるは、最上川のね、上空に残っているのは未だ美しき虹の断片。未だっていうのはまだってことね。まだ美しさを保ったままでいる虹の断片だったよって。つまりね、今回作者は虹の断片、消えかかった虹を見て、未だこういう風な言葉を使うってことは、ずーっと虹のことを見ていたんだね。だからね、こういう言葉になった。まだ残ってるよって、まだこの虹の断片には美しさが残っているよ。つまりね、作者は自分のふるさとの川、最上川から心ゆくまで虹を眺めてたんだね。そういった時間的な幅を今回の短歌に持たしているの。でね、工夫されているのはこの時間的な幅だけじゃないよ。今回の短歌、最後が虹の断片、こういう風に終わっているよね。この断片っていうのは名詞だよね。だからこれは体言止め、こういった表現技法がここで使われているんだけど、
ここまで来てね、最後の最後で読者は初めて、あ、虹の断片があったんだ、こういうことに気づくような仕掛けになっているんだね。つまりね、読者はこの斎藤茂吉が書いた順番で頭の中で景色を想像しているんだね。最初は最上川、下に目をやっているよね。その次に上空、上の方に目をやるわけだ。そして最後に虹の断片、地平線の方に目をやる。そういうふうにね、みんなの視線っていうのが大きく動くんだよね。そこに驚きがあるの。最後に虹の断片がパッと現れて、そこに読者が驚かされるんだね。しかも最後、この断片、この言葉って音が強くない？今回の短歌は字余りだったよね。間延びしてる部分があった。だからね、最後にこういった強い音の単語を持ってきて、この短歌を間延びしたまま終わらせずに強い調子で締めくくっていたんだね。いいですか？ではその次、和歌山牧水の短歌。白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず漂う。まずはこの短歌が何を言いたいのか見ていきましょう。白鳥は悲しくないのかな？空の青色にも海の青色にも染まらずに漂ってるよって、そういう短歌です。つまりね、白鳥、白い鳥は真っ白じゃんか。で、ちっぽけな存在。それに比べて空とか海とか大きいよね。そっちはみんな青、自分だけ白じゃんか。ちょっと心細いよね。みんなと同じ色だったら安心、これみんなもあるよね。周りの人と自分が違う、自分だけ一人違うってなんかちょっと悲しいじゃん、不安じゃん。でも白鳥は周りのそんな青に全く染まらないで白色のまま。みんながこの短歌から何を感じ取るかはそれぞれみんな次第ね。あ、白鳥ってすごいな、一人で白いまま頑張ってるなって考えてもいいし、自分がみんなと違って今ちょっと不安に感じてること、その現在の自分とこの短歌の中の白鳥を比べてみて、白鳥も頑張ってるんだから自分も頑張ろう、こういう風に思っても大丈夫です。それで区切れ見ていきましょう。この短歌の区切れ、区切れは感動の中心を探す、これがポイントです。この短歌の中で感動の中心を探してみてください。作者の心情、心が現れている部分はどこでしょうか？そう、悲しからずやだよね。悲しくないのかなって、そこで作者の気持ちが出てる。他の白鳥はとか空の青とか、ここには感情、感動の中心はないよね。悲しくないのかな、そこに作者の気持ち、感動の中心があるわけだから、そこで区切れます。じゃあこの悲しからずやで区切れる短歌のことを何というか、そう、肉切れだね。短歌は五七五七七の5つの部分からなってます。それぞれ食、二句、三句、四句、結句っていう風に分かれます。最初は食で、最後は結句。それ以外は二、三、四っていう風に順番がついてるから分かりやすいよね。で、この短歌は二句が終わった後、悲しからずやが終わった後に区切れる。だから肉切れっていうわけなんです。ちなみに食が終わった後に切れたら食切れ。三句が終わった後に切れたら三句切れ。四句が終わった後に切れたら四句切れ。で、結句。結句まで区切れが来なかったら区切れなし。こういうことになります。次、石川啄木の短歌。小塚田の。お城の草に寝転びて、空に座れし十五の心。この小塚田のお城っていうのが盛岡城のこと。盛岡っていうのは岩手県の県庁所在地だよね。そこの盛岡城の原っぱ、草に寝そべっているとき、寝転んでいると、寝転んでるから空が見えるよね。その空に心が吸い取られそうだった。空がうわーってすごい広がってたから。そういう15歳の時の私の心よ。そんな短歌です。みんな原っぱに寝そべって空を見上げたら、そんな気持ちになると思います。一回また試してみてください。で、ここでの表現技法。
心が空に吸い取られていくよう、これは比喩が使われているよね。その他にも今回も最後15の心、心で終わってる。心は名詞、つまり今回も体言止めが使われている、そういうことです。そしてこの短歌を読んでみると、どこにも感動の中心、食、肉、三句、四句と感動の中心がない。だから区切れなし、こういうことになります。それでは最後の短歌、俵万智の短歌です。寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。今回のこの短歌は読みやすいよね。口語で書かれているし、現代の言葉で書かれているし、それに加えて日常会話も出てきているよね。今日は寒いからね、寒いね、こういうふうに話しかけたんだね。そうするとね、その人、寒いね、こういうふうに答えてくれた。そういうふうに答えてくれる人がいるっていうこと、暖かいよねって。気温はね、低くて寒いけど、そういうふうに声を掛け合う人がいるっていうことは、心が温まることだよねって。こういうふうにね、日常会話を取り入れて、人と人の心のつながりっていうのを表現しているんだね。では、この短歌の表現技法を見ていきましょう。まず最初に、寒いね、この言葉が繰り返されてるよね。これはね、繰り返し、反復という表現技法だよね。でね、この寒いねっていう言葉、最後の暖かさって言葉と対比してるんだね。体はね、寒さを感じるけど、心は暖かいよ。こういうふうに対比させて、比べて、より心で感じた暖かさっていうのを強調しているんだね。しかもね、この暖かさっていうのは寒いねと違ってひらがなで書かれているよね。なんか柔らかい感じ、暖かな感じが伝わってくるようだね。そしてこの暖かさっていうのは名詞、つまり今回の短歌は最後に名詞で終わってる、体言で終わっているので、体言止め、こういう表現技法も使われています。で、今回の短歌、この最後の部分まで感動の中心がないよね。食、肉、三句、四句のところに感動の中心はない。よって今回の短歌は区切れなし、こういう風になります。そしてもう一つ、今回の短歌の特徴、それはね、句またがりです。句またがりっていうのは、音の区切れと意味の区切れが異なることなんだね。今回の短歌だったら、四句と結句の部分、答える人のいる温かさ。ここの部分、音の区切れは7音7音だよね。つまり、答える人の、ここで一回切れて、その次、いる温かさ、こういう風になるよね。ところがね、意味の区切れは、いるの後に来るよね。答える人のいる。ここで一回意味が区切れて、温かさ、こういった言葉が来るわけだよね。これをね、句またがりって言うんだけど、みんな読んでいてどう？独特のリズムがそこにあるよね。何か新しい音楽が生まれた感じがする。そういった技法が今回の短歌では使われていたんだね。どうですか、今回の授業わかりましたか？もう一回それぞれの短歌を読んで、作者が伝えたかったことを感じ取ってみてください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。